はようございます。おはようございます。どうもツッキンでございます。おちこさんでございます。またこれ朝早うから動いております。今はですね、見えるかな、ちょっと見にくいけど、橿原神宮前に来ております。今日はですね、以前からちょっと乗ってみたい特急がありまして、まあ、乗ったことはあるんですけど、ちょっと朝の特殊な動きを追ってみたいなと思いまして、やってまいりました。それがですね、もうここにちょっと止まってんねんけど、これ桜ライナー、これね、朝だけ10連になるのね。さっき言ってしまうけど、それに乗ってみたくて、ちょっと早起きし、噛んだで早起きしました。この子はね、つながる方で、今多分吉野からこっち向いて向かってるんだと思うんですけど、これが10連になる瞬間と、で阿部の間で乗車して、その後どうなるのか、これをちょっと追っかけてみたいと思います。おったるで新しいバージョン、おったるでというわけで、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。テールランプついてる、これ同じ線にいてない？いけるよ。すごい光景じゃない？シュッシュッ見てるで、同じ線の2列、なんかこの2台ドッキングしたら面白いかな。ちょっとなんかいろいろ動きあるじゃないかな。ホーム行こうか。はい、行きましょう。この間の駅シリーズの時は正面から入ったけど、中央出口から、今回は南大阪線か西出口から行きますさ、行きますさって何はのおっさんやん。これ昔は上繋がっとったというか、この上が改札口やったんでしょ。ロッテリアとか。今はなんかすっかり地下になってしまって、これなんか逆に不便になってるような気がする。慣れないのな、早すぎた、早すぎた。まだ全然先やん。今何？まだ7時前やろ。あと30分。まあまあこの桜ライナーの動きをとっても見えへんわ。ほんまや、あっち行ったわ。シリーズ止まってるやん。シリーズ21が。シリーズ、これ信号前でシリーズ21なんで見た、初めてやな。なんでそんな中間車両のところを置いてどこよ。頭ないもん。頭あるやんか。頭もケツもないもん。あたわどこあるやんか。ケツどこや。これか。これそれなんか小屋やで。シリーズ小屋やで。どれどこシリーズ小屋違うで、どれ、これ見えへんわ。ほらほら、やっぱ見えへんやん。小屋色似てるけど、これか、これ小屋か。小屋、これ小屋柏原線の方もなんか朝やから面白い動きしてんのやろうけど、
今日はもうてられあれに集中や。散歩だけ？なんか動き出した。動き出した。え？動き出した。動き出した。これ散歩行く。これ今度撮っとくよ。日中はなくなってしまった。尺度行き。昼間はずっと走っとってんけどな、昔。入ってた。あれはそこの留置線止まんのかな。それともシリーズの横に止まった。シリーズの横にはいかへんやろ。あれどういう動きすんのやろ。あ、こうだって吉野に繋がってる線だよな。留置線じゃないし。お、シリーズ動きた。動きた焦りすぎや。口が6200系のトップナンバーちゃうんか。分からへん。ちょっと取れへん取れへん。顔ドアップにして。どう？うわあブレた。どこ？ぐーっとアップにして。上？上？その幕の横に番号あれやろ。な柱。柱柱。あか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 あ
もうこんなん8両編成の歩いてんで、こいつ。え、つながんの？これが前か。間に合うんか。引っ込んだからいよいよやな。あの写真撮れへんかった。さあさあ、いよいよ来ましたよ。これが前に来たの。前よ。Thank you.
申し訳ない、もっと知らない。つながったすぐ乗らない。通り抜けできません。そっちが初めて見た。さあ、いよいよ乗り込む。乗り込む。こっち？うん、そっち乗る？うん、すごいよ。なかなか見てた光景だよ。乗る？さあ、どんなことになってんの？顔と顔つながった。すごい。すごいな。こんなん初めて。この電車は大阪の目の前に停止と次は高田市だ。
Thank you.
京の橋の方向まで行った時4個あんで、え？え？4個あんで、え？4個どれ？うんか？うわ、すごいな。桜ライナーめっちゃ汚れてる。下のグラデーション聞いたらなあ、もうカスカスやな。もう消えかかった。これ撮んの？これ最初やから多分どっちも出ていく。でもてあの子は多分無駄駅におったと思う。あだ普段はこの停車位置。ああ、そういうことか。そうそう、だここまでこの端っこまで電車が来てんのか。うん。
さあというわけで今回は10連の桜ライナーに乗ってちょっと雨の橋まで来て、で朝ラッシュ若干トラブルしましたけど、結局雨の橋着いて、切り離されて片っぽは多分母ちゃんはちゃうんかなに行って行って、前の方の桜ライナー4両編成は阿部の橋のところ目の前の流線でちょっとお休みという感じになりました。というわけで、ちょっと突出して戻るか流して帰りたいと思います。ではでは今回はこの辺でごきげんよう。ごきげんよう。またチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。お願いします。